ボケなのかもしれませんけども、何言ってるんだこのおっさんはと、今思えばそれは恐ろしいことをラジオの前で独り言を言った覚えがあります。で、やっと洋楽を少しずつ理解し始めた頃、この番組を聞き、ああ、あの時の人かと、思い、渋谷さんが創刊しているロッキングを毎月買い、私の街で一人しかいない、多分、一人しかいない洋楽リスナーとなりました。そう思うと渋谷さんのやってきた功績は素晴らしいものだったと思います。うんでリクエスト、エンディングうんぬんというリクエストが書いてあるんですが、やっぱりね、DJ 冥利に尽きるというのはね、私もディスクジョッキー長いですからね、もう何年やってるかわかんないくらい長いですけれども、やっぱりその、聞き手の人の一つ一つその人生の節目に、自分自身の番組がなんとなくこう記憶にある、そういやあの頃渋谷のああいう番組聞いてたんだよなみたいな、そういう記憶され方っていうのが一番幸福だと思うんですよね。で僕はもうだいたい二十歳ぐらいからディスクジョッキーやってますから、もう17年、恐ろしいですね、17年ですよ、マイクに向かって17年一つも上達しない DJ ですけれども、そういう風にしてそのやはり、聞き手のなんとなくこう節目節目の記憶に残っていくというのはね、やはり長くディスクジョッキーをやってるもののこのメリットというかね、最大の喜びというかね、感じがしますね。僕はあの、中学時代高崎一郎さんのね、あのビートルズの DJ 番組というのを本当に好きでね、毎週毎週聞いていたし、それから、川口さんのあの深夜番組もね、そこでしかロックがかからないんでね、そればっかり聞いていたりという、そういうなんていうのかな、青春時代のこう記憶の一断片としてね、ディスクジョッキーってあるんですけれどもね、やっぱりあのほら向こうのロックなんかでもね、あの時聞いていた DJ のなんとかがうんぬんとかっていう、そういう詩がよくありますけれども、ああいう感じで渋谷うちの DJ が記憶されるとね、私も長くやってる甲斐があるというもんでございます。 People are strange when you're a strangerFaces look ugly when you're alone. Women sing wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange,この番組をやりながらすごく感じたんですけども、自分自身のそのディスクジョッキーのスタイルというのが徐々に徐々に変わってきたなという感じがするんですよね。今も言いましたように、その僕も17年間ディスクジョッキーやってたんですが、どちらかというと、パターンを一つしか持っていない、ただ単になんかヘビーに思わずなだれ込むという、そういうパターンのディスクジョッキーを得意としておりまして、なんか大冗談に振りかざしたそのテーマを、とうとうと語りながら曲をヘビーにかけていくという、そういう、まあ、なんていうか、やり方が一番僕のディスクジョッキーの、なんか典型的な、かなり前までは、スタイルだったんですね。ところが、そういうのがだんだんなくなってきまして、まあ、なんていうか、軽薄で言えば軽薄になったのかよくわかんないですけれども、ちょこっとその、そういうヘビーな感じから、もうちょっとなんか普通のスタイルに、だんだん自分の
ディスクジョッキーは変わってきているんですよね。で、今でもなんかヘビにやるっていうと思わず得意にヘビにやってしまうんですが、ただあまり積極的になんかすごいテーマ主義的なディスクジョッキーっていうのをしたくなくなってきているわけです。やっぱりこれはそのロック自身の変質みたいなものとも関係してくるんじゃないかなという気がすごくしますね。で、昔のそのロック、例えばプログレッシブロックでも何でもいいですけれども、そういうものの持っている、テーマ主義とか対策主義とか批評性とかっていうものが、もっともっと変わってきて、もっとそのポップミュージックの軽やかさみたいなものが、その、ピュアなロック自身にも要求されてきているという、そういう変化の中で僕はこの、ミュージック&ミュージックの何年間をやってきたという感じがしますね。その間にまあ、プリンスとか U2 とかすごく大きな才能がデビューして、で、彼らはそれなりに大きなそのテーマ主義を持っていますけれども、昔60年代、70年代の持っていたロック、のそういうメッセージ性とはかなり異質なものになってきているという感じがしますね。で、やっぱりこういうディスクジョッキーのスタイルというのも、基本的にその音楽のスタイルに準じていくというか、その音楽の傾向性、時代性とともに移り変わっていくんだと。で、この移り変わっていっている間は俺も大丈夫かなという、そんな感じがします。終わりということなんでございますけれども、やっぱりあれですね、番組の最終回というのは、なんとなく、こう、感慨深いもので、なんとなく悲しいですけれども、なんとなくこう、やってると盛り上がってくるという、なんか不思議なものですね。なんとなくこう、気分的な高揚感がある、そういう感じがしますけどね。だからといって、最終回ばっかりやりたいとはとても思いませんけれども、できれば最終回なんかない方がいいんですが、僕も何回か、こうやって番組が終わるというのは体験しているんですけれども、その最終回のディスクジョッキーというのはね、なかなかこう、やっていて、不思議な快感のあるもんなんですよね。これは何なんでしょうね。で、特に今日なんか生放送でございますから、なんか、ああ、そうか、終わるんだなぁ、なんていう、そういう、やはり4年半もやってる番組ですから、すごく愛着もありますし、そうした意味では、なんとなく、思わず盛り上がってしまうというところですけれども。ただ僕もディスクジョッキー始めて、本当に何回かその最終回というのを体験したんですが、その、番組は全然なくなってしまうという、そういう体験はないんですよね。で、今回もまあ、他に番組持ってるからこうやってしみじみ、最終回もなかなか高揚感があっていいですね、とかね、アホなこと言ってられるんですけど、本当に、やはり全然番組なくなってしまうとかっていうことになると、やはり、結構悲しいものがあるのかなという感じがしますけども、やはり、何でもそうですけれども、なんとなく一旦終わって、一つの結論が出て、また次のものが始まるという、そういうものだと、月並みなこと言っておりますけれども、そういうものだと思いますので、このミュージック&ミュージックもね、僕自身のディスクジョッキーの一つの、句読点となってね、こうエンドマークでボーンと押されたんじゃなくて、一つの句読点になってくれればいいなと、そういうふうに思っております。
さて、ミュージック&ミュージック最終回も無事終わりまして、なんとなくほっとしたという感じでございます。さてこの最終回に私は一つのクイズを出したいと思います。皆さん当ててください。実はですね、ミュージック&ミュージックといえば生放送でございまして、私は4年半ほとんど解禁をしているのですが、1回だけ自分の放送を聞いたことがあるんですよね。つまり、生放送できなかったと。これは私が体調を本当に崩してしまいましてね、ニッチもサッチも行かなくて、録音でお送りしたというのはたった1回だけあるんです。果たしてそれはいつでしょう。当ててくださいという、そういうクイズなんでございますが、私はもうこの番組ね、遅刻そうになって冷や汗かいたこととかね、渋滞に紛れ込んでもう死にそうになったこととかいろいろとだけあるんですが、とにかくほとんど休んでない、その1回を除いて、解禁賞をほとんどもらえるところだったんですが、一回だけ休んだことがあるんですね。で、この時は当然のこと、この番組中、これもたった一回だけですけれども、生放送というクレジットを当然しておりません。そういう放送が一回だけあるんですね。この番組を本当に、聞いて解禁賞を取った方の中には、あの放送かとお気づきの方がいるかと思いますけれども、その方は、今お聞きの FM 局の日立ミュージック&ミュージックの係に書いてきてください。正解者の中から私は1名選んで何か私の、プレゼントを差し上げたいと思います。これはマジですのでね、皆さん考えてください。ヒントは一つ、今年に入ってからの放送でございます。惜しかったなというところでございます。というわけで本当に長い間皆さんありがとうございました。それから、FM 東京を含んで24局ネットのネット局の皆さん本当にありがとうございました。また会う日を楽しみということで、それではさよなら。日立ミュージック&ミュージック、このプログラムはギーツの日立の提供でお送りしました。